座は愛媛県、香川県、高知県、岡山県、島根県、鳥取県という多拠点で活動しているよさこい団体です。今年のテーマはザ・祭り一揆をと申します。祭りの歴史を感じながら新しい時代の祭りをみんなで築いていきたい、そんな思いを踊りで表現できればと思います。愛媛よさこい祭りへの参加は今年で9回目となります。愛媛の大津の復興に少しでもお力になれますよう、ホロロ一座一同精一杯踊らせていただきますので、応援のほどよろしくお願い申し上げます。はい、本日ラストを飾りますホロロ一座でございます。最後にふさわしくですね、もうドッカーンと、思いっきりな演技で盛り上げていきたいと思います。そしてですね、ここにいらっしゃる、全ての人がたくさん楽しんで、たくさん盛り上がって、最後の最後まで一緒に盛り上がりたいと思っております。なのでどうぞ皆様、手拍子、足拍子、お心拍子とともにご声のほどよろしくお願いいたします。そして本日、この度クラウドファンディングご支援いただいた皆様、本当にありがとうございます。そんな皆様にも感謝を込めて演舞させていただきます。その前に気合を入れさせてください。踊り子のみんな、そしてホロロ一座の関係者のみんな、こっちを見てくれ。行くぞ、人は ホロロ一座。2019年度演目はザ・祭り一揆。盛大に参ります。ホロロ一座祭り一揆。本日は愛媛よさこい祭りにご来場いただき誠にありがとうございます。また皆様と再会できることをとても楽しみにしておりました。今年度の楽曲ザ・祭り一揆、心ゆくままお楽しみくださいませ。さあ大津盛り上げていくぞ。よっちょれよっちょれ。本日は愛媛よさこい祭りのご開催、誠におめでとうございます。おめでとうございます。祭り一揆でお祝い申し上げます。さあ皆様、まずは手拍子、足拍子、お心拍子とともにご声のほどよろしくお願いいたします。よっちょれよっちょれ。私何時代の港が暮れよう、さっさや始まりし祭りに、おさあ今ぼるれさいや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 、心と美しいよいさあ、大変な出来事がございました。それを乗り越えて今があります。まだ愛媛よさこい祭りが復活すると聞いた時には最高に嬉しかったです。一人一人の協力があり、たくさんのご支援があり、そんな皆様に感謝を伝えたいです。大津が大好き、愛媛よさこい大好き、皆さんありがとうございます。
おおほっよいしょさあ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 の思いのほっほっさっそいよいけいけさあさあさあほっさあ皆様こっから盛大な手拍子よろしくお願いいたしますさあいけいけ熱すぎるその場にて観客の皆様に感謝の礼そうありがとうございましたポロロ一座でございました踊り子皆様に手を振りながら撤収そうどうもありがとうございましたポロロ一座の皆さんにもう一度大きな拍手をお送りくださいいやーよかったですねバチッとね、皆さんの動きが揃うと気持ちがいいですよね。